はい、どうもこんにちは。今日はね、豚丼をね、作っていきたいと思います。まず、生姜とこちら、生姜焼き用の豚。もうね、最初はね、生姜焼きを作っていくんじゃないかってぐらいのメニューなんですけどね、メニューじゃない、材料なんですけどね。生姜は、スライスして、なんだっけ、みじん切りじゃなくて、これはなんだ、まあいいや。これとみじん切りの餃子を作っていきます。餃子じゃない、生姜を作っていきます。はい、こうやってね、縦と横に切り口を入れて、そしてね、上からスッと、こうスッとね、包丁入れてやるとね、綺麗にね、みじん切りにね、ならないですね。はい、普通にみじん切りにしていきます。はい、みじん切りとね、あれができましたらね、今度はお肉用意していきます。お肉をね、今日何枚使おうかな、ね、豚丼だからちょっとね、豪華にいきたいんで、お肉をね、しようかな。さあ、何枚使おうかな。5枚使っちゃいます、今日は。ねえ、5枚。まさかの5枚。贅沢に。5枚贅沢に使って豚丼を作っていきます。はい、お肉に塩を適当に振って放置します。はい、フライパンに油注いで、油を熱していって、そこに生姜のみじん切り、そしてにんにくチューブを混ぜて焼きます。軽く炒めます。フライパンになじませていきます。そこに、はい、お肉を投入していきましょう。このお肉をね、こうスッと、なんか右から左に流れるようにお肉をこう入れていくっていうのが、この豚ロースのね、使い方ですね。まあ、いい感じになってきたら、焼き目はちょっとね、薄めでいきたいかなって今日は思ってるんですけど、後からちょっと気づいたら、やっぱちょっと焼き目はあった方がいいですね。もうちょっと強めに焼いてよかったと思います。いい感じに焼けたら、お酒、で、これがね、秘伝のタレ、我が家でもう1ヶ月ぐらい、なんか継ぎ足しで使ってる秘伝のタレですね。煮つけとかなんやろ作って、それを貯めといたタレをぶち込んで、ぶち込んで、そこに醤油、そして醤油、そしてお砂糖ポンポンと入れて、で、さっき切ったなんとか切りの生姜入れて、落とし蓋をして、これ新しいからね、なんかピロンっていうのがついてますね。30分ぐらい放置していきます。さあ、次はね、サイドメニュー、やみつきキャベツを作っていきましょう。塩振ったら黒胡椒、そして、なんだこれは、ごま油ですね。ごま油をかけて、で、適当に混ぜたところに、にんにくチューブを入れてぶち混ぜていって、たら完成、おしまい。豚丼にのっけるネギを切っていきましょう。このネギですけどね、僕は初めてネギを切るんで、ネギの切り方がわからないんですけど、まあ、人生経験から言って、こうやって切った方がいいのかなっていう切り方を今しています。大体当たりですよね、ネギの切り方なんて誰でもわかりますよ。はい、完成。そしたら、はい、炊きたてのご飯、炊きたてのご飯、どう考えても炊きたてじゃなかったですね、今の出方は。一晩か二晩置いた米を盛り付けて、そして、いい感じになってるんじゃないかな、この豚。いいね、バッチリ、もう美味しそうだもん。はい、そこにご飯に豚を、1枚ずつ丁寧に。ここはね、焦っちゃいけないですからね。豚丼のね、豚はね、焦っちゃいけないのよ。いいね、
あ、ちょっと雑やな、雑やないかいって、はい、蓋をのっけていきます。あー綺麗、すごいですね、めっちゃ綺麗。ここにね、もともと、もともとじゃん、あったねやつを、汁をね、おつゆをのっけて、はい、はい、完成。はい、まだネギがありましたね。ネギをのっけて、はい、完成出す。はい、美味しそう。トカチか。はい、今日はね、トカチの道の駅にやってきましたけど、さあ、豚丼とやみつきキャベツですね。はい、お茶を、いい感じ。今日のお茶もね、出来はいいっす。7対3ですね。はい。あ、美味しい。あ、もう食べちゃった。美味しい。もう編集が適当すぎてわからん。食べるタイミングが。あ、次は塩キャベツいっちゃうからもうね。二口食って特に感想も言わずに塩キャベツいっちゃうからね。はい、塩キャベツの時間の方が長いっていうね。美味しかった。うん。トカチの道の駅でしたね、今日は。もうトカチも、帯広も僕大好きなんですけどね。もうすごい。豚丼が美味しいんで、ぜひトカチと、もう、帯広の豚丼を食べてください。皆さん、ごちそうさまでした。